トシ君と同じ会社から内定もらいました。おー、やったね。憧れの会社に入ったはずだった。なんなのここ。突然ど田舎遊園地に配属された波平。波平です。いろいろ教えてもらいなよ、魔法使い。魔法使い？東京にもオズカさんの名前とどろいてんの？オズカ。やめろよ、呼び捨ては。キュンとすんだろ。集客率を 170% 上げちゃったんだからね。オズカノートの真似っ子だし、企画書です。よし、行くぞ。これ、あの人のどこが魔法使いなんですか？私、ゴミ拾うために大学出たわけじゃないです。ナミヘ、スマイル。ふざけないでください。分かってますから、自分が役立たずだってことぐらいちゃんと分かる。険しい顔してる大人のところに子供は寄ってこないだろ。誰かが笑うことで笑えるってことは十分役に立てるってことだろ。俺たちがいるのはそういう場所。よーい、スタート。お前今いい顔してんな。あんま見つめんなよ、照れんだろ。これは頑張るあなたに魔法をかけるお仕事エンターテインメント。オズランド、笑顔の魔法を教えます。ビシバシお願いします。俺、叩くより叩かれる方が。